おやすみなさい。おやすみ。思い出してくれたみてえだな、乙半のこと。今読んでんのは論語ではねえか。いつからそれ始めたよ。先月の終わりから、お師匠はんがこれがらは、女子も学もすねばっためだっておっしゃったの。それはいいことだ。俺も子供の頃何度も何度も読んだ先、懐かしいの。 おどはん、うん、針仕事習って上手になれば、いつかは着物や浴衣が縫えるようになるだろう。うん、だば学問したら何の役立つんだろう。うん、学問は針仕事のようには役立たねえかもの。 いいかかいの。学問を教えば自分の頭で物を考えることができるようになる。考える力がつく。この先世の中どう変わっても考える力を持っていれば何とかして生きていくことができる。これは男も女も同じことだ。わかるか？続けれ。我が身を顧みる。人のために測って思考して中ならざるか。母の長患いでたくさんの借金ができた上に、祖母が耄碌してからは炊事洗濯畑仕事、盆正月の支度や近所とのお付き合いなどで忙しく、 父は自分の身の回りに気を配るゆとりなどなく、次第に薄汚れた姿になりました。娘の私にはそのことがとても悲しかったものです。